はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。さあ、今回はトランプ前大統領暗殺未遂事件に関する話題です。で、いろんな記事をもとに元気なおじいがね、考察をしているのと同時に視聴者の皆さんの意見を取り上げるチャンネルなんですね。このチャンネルの主としてね、ウクネデネデというチャンネルとは違って、皆さんの意見があってこそね、賛否両論いろいろあると思います。いろんな意見があってまとめていくチャンネルなんです、ね、真実はどうであったのか、火のないところに煙は立たないんです。そして整合性、ね、整合性が合う。そして今回はこのカウンタースナイパー、その役割、ね、このカウンタースナイパー無効化指示許可するまで待て、ね、本来の指示というのはね、ちゃんとストーリーがあって、要はトランプ氏が撃ち抜かれて倒れた直後に証拠隠滅、シークレットサービスの任務は証拠隠滅、暗殺の証拠隠滅なんだっていうね、コメントがあって、それを紹介したことがあります。で、今回の内容も皆さんと一緒に考えていきたいと思います。元気なおじいがこう考えるのはおかしなことなのでしょうか。皆さん考えてください。まあこういうのもね同一人物だったら一緒だよってね、こういうのもまああるけれどもね。はい、まずはこのトランプ前大統領の生死を分けた書道セキュリティ専門家が銃社会の人ならではと称賛というね、ダイヤモンドオンラインの記事の中の一部だけを抜粋いたします。ここの内容です。カウンタースナイパーが容疑者とは別のビルの屋根に配置されており、おそらく高所も警戒していたはずです。今後検証されるべきですが、常識的に考えて、常識的に考えて、この常識、この銃社会でこのシークレットサービス、ね、カウンタースナイパーをねしっかりとされるこの常識、ね、銃社会、アメリカの常識、そして一般常識、世界の一般常識に考えて気づかないはずがありません。ビルの屋根同士の距離はそれほど遠くなく、物や障害物もなかったため容疑者の動きは見えていたはずです、ね、しっかりと一番高いところから、ね、こうして見ていたわけだから、ね、見えていたはず。で、前の、ね、動画でも見たように遮る建物もない容疑者まで、で木が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 って言うけど、いや木邪魔になってないよね、見えてたよねって。で、邪魔になるんだとしたら、そのカウンタースナイパー設置のところで死角があるとしたら、そこのところはちゃんと死角にならないように、要は全てを、ね、網羅して警戒する、これ当たり前のことだよね。その当たり前のことをしていないよねっていうことが書いてあるんです、これはね。それでトランプ大統領が銃撃された直後に容疑者が射殺されたという事実からも、見つけてから撃ったというよりも撃つ前に見つけていた可能性が高いと思います。これは視聴者さんもその映像を見て、いやほとんど動かさないで撃ったので、もともとその撃つ前からもう容疑者を見つけていて合わせていて、ね、それで阻止しなかった可能性があるよねっていう投稿がいくつもありました、ね。前回までは動画に紹介しています。誰がどう見てももう動画で残ってるんです、それがね。で、いくら腕の立つスナイパーとはいえ、銃声を聞いてからその方向を探して容疑者を狙撃するまでの一連の作業を数秒でパパパンボーンって言ってる、うん、あそっかパン
ってね、で数秒で行うことは考えにくい。そうなるとカウンタースナイパーがもう射撃をためらっていたか、容疑者を見逃したことになります。トランプ氏を狙撃しようとする意思があることを確定できなかったのかもしれません。でもトランプ氏に銃口が向けられていて、銃が出た段階でそのただ確定できなかったっておかしいでしょ。でここからです。カウンタースナイパーの役割は容疑者を無害化することです。無害化することです。要は今回はトランプ氏に対しての無害化をするということになります。本来であれば容疑者が怪しい動きをしている段階でカウンタースナイパーは照準を合わせているはずです。そして銃を構える行動に入った段階で射撃するのが通常の対応です。だこの通常の対応がちゃんとできていたってことなのね、合わせてね。でも撃たなかった。容疑者が屋根に登ってきてバッグから何かを取り出し銃らしきものを構えたなら通常は射撃するべきです。もし見ていたにもかかわらず射撃をね、奮起した理由があればそれは何か特別な事情があったのかもしれません。その特別な事情が今騒がれている内容なんです。じゃあ皆さんのね、コメントもちょっと見ていきましょう。トランプを撃ってから狙撃犯を撃てってこと、もう計画的だったって分かってるじゃんね。はしごは準備されてたんだよね。そう、建物の屋上にはしごなしでどうやって登るんですかってことなんだよ。そうでしょ。だってこんな長い銃を持って片手であらよってお猿さんみたいにそわって言ったのか。でも人間であるでは両手使わないと登れないよね、そんな高いところまで。でどうやって登るの？なんかオリンピック選手で穴かかって掴んでこうやって行く人がいるけど、掴むところがないとさすがにああいう一つだって登れないでしょ、ね、だからやっぱり準備がなくてあの上に登れるわけがない。じゃあその準備のもの、事前前日前日からね、そのはしごが用意されたりとか、なんかこう発見できないのもおかしいわけだし、じゃあそのトランプ氏がね演説を始める直前まで、じゃあこの人物が長いはしごも一緒に持ちながらよいよいよいよってそこまで言ってたら、だって目立つじゃん。だこれが計画的犯行でなかったらね、警察シークレットサービスもグルでなかったら何なの？おかしいでしょ、どう考えても。だからこれを陰謀論と言うんだったら、この疑問をちゃんと納得できる説明を誰か投稿してください。これ本当メディアとかもこういう疑問があるんだよ。だから安倍さんが訴えた件もだって国民の疑問に一つも答えないじゃん結局。だから疑惑がずっと何年経ったって消えないわけじゃん結局。そうでしょ。だからね
こういうね、もう素朴な疑問、誰でも思う素朴な疑問に対して、ああこれはこうだったんだ、でそれが致し方なかったなのか、それともたまたまミスが重なったよねにするのか、安倍さんの時と同じようにわざとらしいミスがね、それはミスですってね。はい、次ね、スナイパーがテロ狙撃犯人が射撃するまで待っていたらスナイパーの意味がないだろうに、ね、3分以上スナイパーが狙撃犯人をマークしていたとすると、とんでもないヘッポコシークレット、最低だな。トランプさんは確実に命狙われたから覚悟はできてたね。容赦なくディープステートをこんね、根絶野心にするだろうね、うん、まあいいや、はい、ね、そういうことで待っていたらスナイパーの意味がない、結局ね、もう先手先手先手ね、どんどん見つけてどんどん先手を打って予測をして、そういったものをさっき一人でやってるわけじゃないんだから、ね、どう考えたっておかしい、ね、まあ、これに対してもね、射撃するまで、ね、だ待ってたらスナイパーの意味がない、だって確かにそうなんだよね、どんな SP がついてようがね、シークレットサービスであろうがね、やられたらやり返すためについてるんだったら意味がないんだよ、やられないためのバリアで守ってもらってるんだから、そうでしょ、これ違う、皆さん違う、だ意味がないんだよ、本当に意味がないんだよ、だ意味がないイコールそれがありえないって騒がれてるんだよ、 ありえないっていうのはあってはいけないし絶対ならないことなんだよ、それがなったんだよ、どれくらいありえないかっていうと、福島教授が心臓の壁に大きな穴が開いていたって直接見た人が言ってる、周りの人もたくさん見てるのに、解剖ではお全然綺麗だったよ、あれだなんて開いてないよってね、日本と全く同じなんで、20歳の子が撃つと同時に本当のスナイパーが撃つシナリオ、トランプの頭が動いたせいでそれがうまくいかなかったね。マヨルカスが撃ての指示ができなかったのかな、ね、この撃ての指示が考えてもどうしますかっつってね、じゃあ撃ての指示よりもトランプが撃ち抜かれたのを確認して撃ての指示だったとするならば、逃げちゃった、あ、ね、あいつ撃って命中したらパンっていくぞってね、パッて、あ、外した、あ、え、外した、あで、パパパパン、そんだけ撃って当たんねえのみたいな感じで、でもこれ以上待ってると音聞こえなかったからで、いやー、撃たなきゃ困るよねってパンってね、だそこがもう走馬灯のように走っただからね、きっとだシナリオと違う、あの場所から狙撃を許す考えられない、犯人は口封じされて終わり、山上も多分近いうちに殺害されるだろう、ね、本当ね、今ね、私の立場でね、こうしたことを言うのはあったけど、警察署の中でね、殺された人がいる、ね、で本人が膝からバンって座ったこうなったら、いやそんな記事ではないっていうね、まあ、そういうのがあったように、本当にね、留置場の中で不審な死を遂げたりとかね、あとは糖尿で飲酒にも打ってもらえなかったとかね、息子が殺されたとか、そういうのはいっぱいあるけども、本当にあり得ることだよね、これね、あり得る、恐ろしい完全犯罪です。この完全犯罪の唯一の誤算は誰でも当てられる、この至近距離でまさか犯人が射撃をミスるとは想定していなかったことでしょう。そう、この130メートルから外すっていうのは想定していなかったんだろうね、このプロジェクトでね。
だから、とにかくトランプ氏がとにかくパーンで当たってない、で2回目のパーンでピョンで、で3回目のパーンが鳴ってからやっとしゃがんで、でそこからババババババンなんで、だこの、スローな散髪って普通に連射を使っててちょっと考えられないってことは、この確実にしゃがむまでにいた3発のプロと連射の5発は違うのかなっていう、連射の5発と、劇団ひまわり の、 おっちゃんの証言の5発と一致するわけだし、ちょっとね、闇が深いような気がする。誰でも簡単に狙える距離だから、寅さんは本当に強運の持ち主か、何か目に見えない力に守られてる人だと思います、ね、こんなコメントもいただきました。はい、3発5発と犯人が撃ったけど、普通なら3発の音がしたら火金引くと思うけどね、待てとは言われたかも ね、結構感覚あったもんね。だ本当このこれだけ許すっていうのはおかしい。だって最低限8発を許している、これどう考えてもおかしい。で連射なんだったら、ここで間が空くのもおかしい。最初の感覚と5発と違う。最初の3発はパーンパーンパーンのようね、そういう感じなんだよ。で最後の5発はパパパパパッね、だこれね本当おかしいよねこれね。はい、そういうことで、まあ、今回は本当いろんな記事を見て、皆さんのコメントもね見て、やっぱり整合性が合う、このカウンタースナイパーの意味がない、その無力化を支持しない限りカウンタースナイパーの意味がない。また視聴者さんが言うには、このカウンタースナイパーは2組いたんだと、ね、1人じゃないんだと。そうするとダブルで無力化をした、それなぜなんだ、それはストーリーと違ってしまったから許可するまで待たなければならない。要は本来はトランプ氏が頭を打ち抜かれて倒れた、それからもう構えてるわけだから撃つ、そのストーリーだったのにね、おかしいよねどう考えても。そういうわけでやっぱり火のないところに煙は立たない、常識では考えられない、それが記事になってるわけなんで、だからね、どう考えてもおかしいんだよ。そういうことで、とにかく整合性があってしまう、バイデン陣営が黒幕ではないかっていう考えが、また整合性があってしまうし、ね、これを、だこう記事でどう考えてもおかしいって書かれてる記事に対して、それを陰謀論って決めるのは、なんでなんだろう。都合が悪いっていうだけでしょ。だから、その陰謀論だが出る原因は、火のないところに煙は出ないわけだから、その疑問をちゃんと消してくれればいいんだよ。でも消すことができない、そうでしょ、ね、そういうことなんです。はい、そんなわけでね、また一人でも多くの皆さんのコメントをお待ちしております。このチャンネルではね、投稿していただいた皆さんのコメントをしっかりとおじいは見ているし、皆さんのコメントをね、本当ただ投稿してもらっただけではなくて、ちゃんと皆さんの一人一人の意見を、皆さんこれ見てる視聴者にちゃんと伝えながら、皆さんの意見やおじいの意見も聞きながら、また皆さんがどう考えてどういう意見が出てくるのか、ね、こうしてまとめていくチャンネルなので、このチャンネルはね、一人でも多くの方のコメントをよろしくお願いいたします。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。またね、バイバイ。